4月12日金曜日のお天気をお伝えします。西から高気圧に覆われて西日本を中心に日差しが届きます。一方で東日本、北日本ではすっきりしないお天気となっていきそうです。まずは沖縄ですが、雲が広がりにわか雨が降るタイミングがありそうです。空模様にご注意ください。九州は穏やかに晴れて過ごしやすい一日になりそうです。中国、四国、近畿エリアは雲が広がるタイミングがありますが、大きな天気の崩れはなさそうです。ただ山陰では雨の降りやすい空ですのでご注意ください。東海、関東、日差しが届きますが、東京は曇りアイコン一つ。雲が厚みを増すとにわか雨に注意が必要です。東北は北部の方で雪や雨が降りそうです。雨が降ると体感も下がりますのでご注意ください。気温を見ていきますと、東京は12度、日差しがない分寒く感じられそうですね。その他各地この時期らしい体感となりそうです。以上、12日金曜日の天気をお伝えしました。